ようこそコンパスへ。予想はできたことだ。世界中のプレイヤーの皆様こんにちは、八王子 P です。今日はですね、コラボ動画第2弾ということで無名くんと試合を取ってまいりました。まあ無名くん知らない方もいらっしゃると思うんで、まあ名前が無名だからねまあ知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、まあいわゆる、コンパスのシーズンランカーの方ですね。まあ金アイコン8個とか持ってる、まあ超有名ランカーの方でですね、まあ最近 YouTube も始めたと。まああの普通に仲いいんでよくあの遊んだりしてるんですけど、まあ最近無名くんが YouTube 始めたってことで、まあせっかくだから一緒に動画撮ろうよってことで、まあ僕のチャンネルではね、無名くんの、まあ無名くんといえばフルカノアタッカーなんで、ちょっとそのただおみのね立ち回りをちょっとご紹介しようかなと思っております。まあ無名くんのチャンネルでもね、あの僕の動画あの公開されてますので、ぜひぜひ概要欄の方から見てほしいんですが、まあそんなね金アイコンですよ。シーズンなんか金アイコンシーズン1位も取った男ですから、そんな男のただおみの動きちょっとみんなで見ていきましょうよということで、ぜひぜひ試合の方をお楽しみください。それではどうぞ。さあ1戦目見ていきましょう。まあ今回はね、僕の視点ではなく無名くんの視点でお届けしていきたいなと思います。で1戦目はライステですね。はい、まあ、ライスはやっぱりね下3点取るのが大事なんで、まあ、初動の動きとか見ていきましょうか。まあ、とりあえずガトツでウィーンしていき、まずは無名くんの動きに合わせてね、僕と無名くん、まあ、アタッカーとガンナーでですね、ちょっと二陣詰めに行こうかって感じですね。まあここは無理してキルを取りに行くっていうよりも、まあ、じわじわ詰め寄って、まあ、相手にポータル広げさせないことが大事ですね。はい、はい、でここマジスケ食らいますが、まあ、しっかりディーバガブでいなして、でここねしっかりソルの方にタゲをね可能に合わせて、まずはしっかり1枚落としていく。素晴らしいですね。あそこ結構ガンナーに座れちゃったりしますからね、タゲ。あそこ冷静にしっかりまず可能で1枚抜いていくと。はい、でここのレンジもねしっかり見て、はい、ここも拾っていくと。うーん、よく見てますね。やっぱりうまいフルカノ使いの人ってフルカノ本当に外さないですからね、打率がいい。ここぞって時にしっかり当てていくと。さあ、ただマジスクが辛いですね。はい、ここもねしっかり、まあ、キルこそ取れないものの、はい、フルークでしっかり飛ばして維持していくと。ただここはちょっと触ってしまって落とされてしまうと。うん、やっぱ無名くんも人間ってことだな。まあこういう人間らしいミスもあるとただ一人であそこまで維持してますからね、1分半近く一人であそこまで維持してるわけですから、2対1を。でここはソルが C に行ってるので、まあ無名くんがついていくと。まあ僕はあのジャンルに落とされることは絶対ないんで、はい、まあここはねちょっとシードになるかなっていう判断で。ただここソルね C 行くと思いきや、まあ B にねアズカケ行くんですよね。で僕マジスケ食らっちゃうんでやられそうなんで、ここは即カバーに入ると。はい、でここのカノーラもしっかり当てて、でまあソルもガードも回復もないんでここ落としきれると。でその間になんとグスタフがね向こう圧かけてくれてたんですよね。グスタフが何よりめちゃくちゃ優秀だった味方の。まあこれニコテイなんで、グスタフはあの野良というかね、まあ知らない人だったんですけど、まあしっかりね連携取ってくれて、二陣も取ってくれて、いやめちゃくちゃ優秀やあのグスタフって言いながらやってましたね。ナイスです、グスタフの方。はい、でまあここまで来ればね、はい、この号令もナイス。まあこの盤面ができちゃえば、あとはもうね相手の攻撃しっかり避けて、まあ逃げ回って維持すればいい状態ですから、なんとかなりそうですね。でここのフルークもしっかりやって、まあここまで来ればもう維持できますね。はい、まあこれはもうさすがに勝ちでしょう。いやー、よかったよかった、あぶねー。まあこの試合もね、まあ無名くんが初動しっかり敵陣でめちゃくちゃ耐えてくれて、まあ相手のポータルを広がせきらなかったところで、
まあその後ね、グスタフがしっかりその広がりきらなかったポータルをまあ取ってくれて、どうにか勝ちにつながった試合だったりするので、やっぱり上手いアタッカーっていうのはね、倒されないこと、まあキルを取るのはもちろんですけど、しっかり倒されず維持し続けることっていうのも大事ですよね。それでは次の試合見てみましょう。さあ2戦目ですね。さあ次のステージはどこだ。はい、ジッパカですね。そう、ムメ君とも話してたんですけど、今やっぱねフルカのアタッカーが結構逆境だよなという、そうコンパス界の花みたいなところありますけど、やっぱりタダオミとかフルカのアタッカーってね。ただ今環境的にフルカのアタッカーすごいきついよねっていう話をしてて、まあなんでかっていうと、今ガンナーもすごい高耐久のガンナーが増えたじゃないですか。まあイスタカ、リンちゃん、あとギルとかね。だからもうタナオミのフルカノでもワンパンできないんですよね。で結局フルカノ振っちゃって耐えられたら、その後ってやっぱ向こうの方が手数が多いんで、ガードの枚数だったりとかで、結局こっちが自利品で負けちゃうみたいな場面も多くて、だからフルカノアタッカーって今結構環境的には辛いと思うんですけど、まあねそれでもしっかり立ち回ればあがいていけるというところをね、ちょっと見せてほしい。無名君の頼むには、はい、華麗なステップ踏んでますけど、でここレンキュン上に行ったんで、まあ僕らも2人で行こうという感じですね。さあここまずマリアをね芝こうかなっていうところですが、はい、まあ、ここはしっかりディーバガブル合わせて、でここはい、まあね僕のカバーに入りつつ、ちゃんと見てますね。でここフルークで飛ばして、はい、ここはガトツでしっかり合わせていくと、いやー連機も硬いねこれ、まあ、今本当にタンクが強いと思う。さあでここでギルにはしっかり合わせて、でここカノーでも当てていく、でここはガトツでハーメに入るといいですね。ここまで綺麗にハメ入るとね、さすがにタンクとって落とされますからね。はい、でここは2対1の場面が作れてるんで、まあムメ君がタッチして、はい、ここもナイスフルーク。はい、でさすがにここねギルまで落として、まあ1対3の状況だったんで、まあこのまま圧かけたいですね。さあただここレンキュンの HS ですね。でここはちょっとやっぱ野良ゆえにちょっと連携が取れず、やりたいことが被っちゃうんですよね。アバカン当てるのかフルーク当てるのかみたいなところで、でちょっと僕はもう飛ばされたくなかったのもあったんで、ここはもう HS でもうここ一気に取りに行こうかなって感じですね。はい、見ました皆さん、今の火力、リンバフもらったフルークの火力ですからね、1万9000出ますよ。さあここのしっかりねこのチャンスのフルークを外さず取り切って、はい、上もう1点取れたんで、で残り20秒でまあ取り切ったんで、あとはいい守り切ればさすがに勝てるだろうっていう感じですね。まあ一応僕は上の方に待機して、まあどこにでも行ける状態にして、まあムメ君と、味方のねエミリアで、はい、しっかり守り切って2戦目も勝ちですね。いやリンちゃんバフの超火力フルークが抜けて嬉しかったわやっぱりねこのガトツもねうまく織り交ぜていくことで、しっかり高耐久のねキャラとかも落としきれるっていうところでいいですね。やっぱタンクが環境的に増えてるんで、このガトツとかうまく使ってタンク剥がしてポータル取るみたいなのもね、タナオミの良さだったりしますよね。それでは次の試合行ってみましょう。さあ3戦目ですね。いやーやっぱりねシーズンも発表されましたから、メフムルシーズンですよ。そういえば次皆さん、はい、なので結構シーズン見据えたなんていうか固定というかね、ちょっと練習してるんだろうなみたいなシーズンっぽい固定も結構エンジョイ期間ですが増えてますね。さあでまたジッパカですね。でお相手がいわゆるスプタンポロって呼ばれる構成ですね。すごいめちゃくちゃ意地が強い構成です。バトルの始まりです。
まあドアで飛んだビオレッタに対して、まあポロロッチョが飛んできて、でスプリンターのミクがさらに維持に入るみたいな、まあ無限期間みたいな。でここまあアミスター来るのは分かってたんですけど、もう誰か触んないと始まんないんで、とりあえずムメイ君に触ってもらった形です。だからこうムメイ君がガバイとかではなくて、まあ戦略的アミスターくらい。でここはガード通しっかり当てていって、はい、バチコリポロロッチを落としていくと。でここは盤面的に、まあ味方のアダムの方があの下見てくれてるんで、僕と無名君の2オンでどうにかあそこの D 落としていきたいですね。はい、で僕のタカがいい火力出してたんで、ちょっと美容がたまらず耐えきれず下を取りに行った形ですね。はい、カノーネ先にぶち込んで、これ僕も結構いい動きしてるんだよなさあここはね、無名君のフルカノに頼るよりも僕がまあイスタから圧かけて、ムメ君はタッチに回る形ですね。やっぱりこのどっちがポータル触るみたいなのも大事なんで、はい、ここ仲良くちゃんと D バーで合わせていって、ここちょっと僕触っちゃうんですけどね。はい、ここはしっかり高付け直して、またビオレッタをちょっとしばいていこうって感じですね。はい、しっかりフルクで飛ばしてくれて、まあそこまで削ってくれればイスタから落としきれるんでね。はい、でただまたポロが来るんですよ。本当にこれ永久にね、こうやってポータル維持されるんですよね、スプタンポロの構成って。でどうにか、はい、ギリギリ間に合って取り切って、またドアが来る。でここ一応ね前転張って、まあ僕が中つけて、はい、しっかりビオを落としに行くと、そうこうやってイデアもあるからね、さらにポロも復帰が早いんですよね。さあただここはね、はい、大きカノーネでしっかりさばいていって、これはもう本当に僕と無名君の、まあ、アタッカーガンナーのね2オンがめちゃくちゃ綺麗に決まった試合ですね。これは無名君も褒めてくれた、俺のイスタカこれは 8P 完璧な動きじゃないって言って、いや嬉しかったな。さあ最後はちょっと見どころないんで早送りしちゃいましょうか。はい、ということで3戦目も勝ちですね。いやーこれは本当に、アタッカーガンナの2オンがめちゃくちゃ綺麗に決まった試合でございました。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。まあ無名くんのチャンネルでね、まあこんな感じで無名くんの立ち回り、まあいろんなキャラ解説とかやってますので、まあコンパスさらに上手くなりてえぞって方はね、ぜひぜひ見てみて、参考にしてみるといいと思います。ということで、この動画面白かった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。無名くんのチャンネルもよろしくね。ということでバイビー。